イベリア航空610便墜落事故とは、1985年2月19日に、スペインの東部で発生した、航空事故である。アドルフォ・スアレス・メドリード・バラハス空港発、ビルバオ空港行きのイベリア航空610便が、ビルバオ空港侵入時に、地上のテレビアンテナに衝突し、大破、そのまま墜落し、乗客乗員148人全員が死亡した。 イベリア航空610便は、マドリード発ビルバオ行きの定期便として1985年2月19日午前8時47分に、マドリードを離陸した。ビルバオ空港の滑走路 30FOR-DME を使用して、侵入を開始した。管制等の指示を受け、高度7000フィートと5000フィートで一旦、水平飛行した後、 最低安全高度4354フィート以下に降下した。午前9時27分に高度3356フィートで右旋回中に左主翼がオイス山の山頂にあった高さ100フィートのテレビアンテナに衝突した。左主翼は衝撃で切り裂かれ機体は空港南東3 0トルの山中に墜落し、大破し、 登場していた148人全員が死亡した。調査の結果、事故原因は、パイロットの操縦ミスと判明した。副操縦士が自動操縦を使って降下させ、機長はコードを読み上げる代わりにコード警報をセットしていた。しかし最低高度である4300フィートに達した、時に設定ミスか何かにより作動せず、そのまま降下し続けた。 その結果墜落に至ったと考えられる。またパイロットが使用していた地図には青い素山もその上に、立っていたアンテナも記載されていなかった。ありがとうございます。